投げた、また一塁ランナー飛び出しておりますが、あとまた走っている走っている、あ、もう聞いたんや、報告でした、ボークです、ボークが記録されました、ボークが記録されました、一塁ランナーは二塁へ進塁です、ツーボールワンストライク、次が4球目です、次は打った、高々上がった、セカンド、そしてセカンドバック取りました、アウト、セカンドフライです、ワンアウト、ワンアウトランナーが二塁と変わります、4番のキャッチャー山本がこれから右のバッターボックスへと入ります、10対3、7点をリードしているジャパン、5回の裏の攻撃、初球バントだ、セーフティーバントか、ファールゾーンに切れていった、ファールボール、セーフティーバントの構えを見せました、ノーボールワンストライクです、キャッチャーの山本、次が2球目です、第2球投げた、インコース外れてボール、ワンボールワンストライクです、バッター通常の構え、3球目投げてボール、ツーボールワンストライクです、ワンアウトランナー二塁、4番の山本に対して第4球、二塁が走っている、ボール、キャッチャーが三塁へ送球、セーフ、盗塁成功、スリーボールワンストライク、盗塁がありまして、これでスリーボールワンストライク、ワンアウトランナー三塁、投球5球目、第5球、投げた、打った、いい当たりだ、センターバックバックバック、越えていきました、そして三塁ランナーは今悠々とホームイン、打ったバッターは二塁でストップ、ツーベース、この回また1点、さらに1点を追加しました、山本センターオーバーのタイムリーツーベースヒット、これでジャパンは11点目が入りまして11対3であります、さあここで一度守備をもう一度ご紹介しましょう、ピッチャー富田新一郎、キャッチャー富田大輝のバッテリー、キャッチャーが失礼、古賀のバッテリーです、さあ5番の工藤に初球は切れてったファールボール、内野陣はファースト田辺、セカンドが山谷、サード川上、ショートが対馬、外野は左から菅、石橋、そして人ということになっておりますが、杉が投球3球目、3球目を投げた、緩いボールだ、ボール、さあ二塁へ、おっと牽制の構えにしました、
関係ないか。おーです、これ失礼です、3ボールです、ファールはありませんです、3ボールのストライク。投球がこれで4球目ということになります。第4球投げた、またストライク、3ボール1ストライク、4球目決まりました。次が5球目です。5球目投げた、打っていきましたがファールボールです。これで3ボール2ストライク。投球6球目投げた、打った、うまく拾いました、セカンドの頭を越えた、センターが取る、バックホームはできない、ホームイン、工藤センター前に落ちる、タイムリーヒット、これで二塁ランナーが帰ってきまして、さらに得点追加です。12点目が入りました。6番の野村です。さあまずは初球高めに外れてボール、ワンボールノーストライク。次2球目ピッチャー富田新一郎投げた、打った、いい当たりだ、大きい大きい、ライトバック、ノーバック、バック、落ちた落ちた、そして今打ったバッターは一塁ストップ、そして一塁ランナーは三塁まで進みました。ライトオーバーです。背番号11代打の富田が起用されています。そして今キャッチャーがマウンドに行きまして、ピッチャーに声をかけています。迎えるバッターは7番の富田です。代打です。ワンアウトランナー一塁三塁、第1球投げたボール、あっとまたキャッチャーボールを取れない、三塁ランナーこの間にホームイン、そして一塁ランナーも二塁へと進みました。これでさらに1点が入りました。 13点目です。13対3です。10点差が広がります。10点差に広がりました。さあそしてここでバントの構えを見せています。バントの構えを見せてからまた通常の構えに戻りました。富田に対して1球目、1球目ボール、2球目は2球目もボールです。2ボールです。ワンアウトランナー2塁、次が3球目はこれも外れてボール、3ボールノーストライク。次が4球目、これも外れてフォアボール、あっとここでまたタイムです。また選手が交代しそうです。
さあ選手交代です。マウンド上は背番号の4をつけました藤原が上がっております。さあ大きな選手交代がまたありそうです。守備位置の変更です。センター石橋に代わりまして中村が入りライト、ライトの亀田がセンター、ピッチャー富田慎一郎に代わりまして藤原、5番センター亀田、8番ライト中村、背番号11ピッチャーは藤原、背番号4以上に代わります。ということでまたも大きな変更ということになりそうです。これから迎えるのは8番のメーデンということになります。さっき変直8番セカンド名電です。マウンド上は藤原、第1球投げた、外決まってストライク、ワンストライクです。ワンアウトランナー一塁二塁、2球目緩いボール外れてボール、ワンボールワンストライクです。これが4人目のピッチャーパーフェクトフリーズ。マウンド上藤原3球目投げた、ボール外れた、ボール2ボールワンストライク、投球4球目第4球投げた、これも外れてボールです。3ボールワンストライク、今日はジャパンの打線フォアボールをよく選んでいます。5球目はこれも外れた、フォアボール、フォアボール、これでランナー満塁です。ランナー満塁になりました。そして一塁ランナーはメイデンです。さあ9番の川崎、左のバッターボックス、9ボール2球目投げた、外れました、ボール2ボールノーストライクです。3球目を投げた、打った、これはファースト取ってホームへ送球、しかしタッチできない。三塁ランナー野村ホームイン、さらに1点を追加しました。14点目です。これで14点目が入りました。なおも満塁です。さあそして初球1番に帰って、せーの、初球打ってってファールボールです。ノーボールワンストライク、14対3、ジャパン11点のリード。第2球打った、当たった、当たった、ピッチャーが取って、ホームはフォースアウト、ホームフォースアウト。
バット、せーの、バット、せーののバットに当たりまして、ピッチャーゴロに倒れまして、ホーム、フォースアウト。これで2アウトランナー満塁に変わります。さあ2球目打った、大きい大きい、ライトのライト線破った、そして三塁ランナーがホーム、三塁ランナーはかファールボールです。わずかにファールボール、失礼いたしました、初球はファールボールです。ワンストライクです。ツーアウトランナー満塁、2番岡田、右のバッターボックス、初球ファールから第2球、第2球です。投げました、高め外れたボール、ワンボールワンストライク。西日が陰ってまいりました神宮球場です。ジャパン対パーフェクトフリーズの一戦、次が3球目、投げた、打った、上がった、サード、こちらを向いた、取った、アウト、サードフライです。3アウト、しかしこの回なんとさらに5点が入りました。なんとこの回さらに5点が入りました。5回まで終了です。 14対3、ジャパン11点のリードに変わっています。さあ照明に火は灯りました、神宮球場です。ジャパン対パーフェクトフリーズの模様をお届けしております。ここまで前半戦が終わりまして14対3、ジャパンが11点と大差のリードを作っております。そして投球練習が現在行われております。さあということでジャパン選手が変わっております。ピッチャー野村に代わりまして3番手富田が上がりました。そしてセカンドには翼、そしてショートにセカンドを名電ショートに回りました。6回の表、ここからパーフェクトフリーズの攻撃です。さあ富田1球目を投げて、ストライク、ワンストライクです。2球目も決まってストライクです。右のバッターボックスに入っております。そしてストライクです、ストライクです。見逃し三振、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。三振です、金田は三振、ワンアウト、金田三振、ワンアウト、ワンアウト、ランナーありません。6番サード川上です。初球はボール、ワンボールノーストライク。2球目決まった、ストライク、ワンボールワンストライク。投球3球目、投げた、
打った、高々と上がった、ファースト追いかける、追いかけるが取れない、ファールボール、ワンボールツーストライク。次が投球4球目です。第4球投げた、外れた、ボール、ツーボールツーストライクです。第5球投げた、外れた、ボール、外れて、スリーボールツーストライクです。第6球投げた、空振り三振、ツーアウト、ツーアウト、ランナーがありません。